えー、今日からね、えー、毎日更新をしていこうということで今日からじゃなくて3日前ぐらいからかなということで毎日動画を上げていこうと思うのですがもうネタ切れで困っているのでとりあえず岸田文雄を叩いておこうと思いますと岸田文雄を叩いておくとねとりあえずネタに困らないのでまあこれをねずっと継続していこうかなとでこうやってね岸田とか政治とか語るの何がいいかなってどこ見て思ったかと奈良さんのチャンネル見て思いましたとうん定期的にねあ,のああやって継続的にできるっていうのはやっぱ岸田のおかげだ なっていうで、継続的に何かが起こってるといえば、この増税メガネさん、なんでこんなに政権長く持ってんだろうっていうね、不思議。2021年9月に内閣総理大臣就任で、この時に高市早苗と河野太郎を破ってで、内閣総理大臣になったわけねっていう。で、そこから経済が傾いてきて、菅政権は半年ぐらいちょっとやばってなったでしょ、あの通常国会がで、あの一般予算が通ったあたりで。 うんでそれで経済の指数が悪くなってくる直前にウクライナ侵攻が起こってこっちに目をそらされたんだよねっていうでそこから四半期ぐらい経ってきたらまた経済の指数が悪くなってるはずだから数字が出てくるはずなんだけど多分出てきたあたりで安倍晋三が銃撃されてと同時に旧統一教問題が発生してで目がそらされたとでそろそろ夏が終わって次の四半期の、えー、決算予算が出てくるかなっていうところで 安倍晋三の国葬問題が出て、で、ここであの国民の議論が分断されて完全に。俺なんかはね、あの国葬する必要ないんじゃないの政教分離違反にあの来て、あの違反すると思ってて、完全に抵触すんじゃないのこれ、とか言ってね。うん まあそんな感じで安倍晋三国葬問題でこれ揺れてでも左も右もなんか頭の悪い議論してたよねっていうだってこれ憲法の問題で考えたらええー、国の側がね政府の側が特定の宗教に加担するような葬式を行うわけなんだから葬式を行うってことは無宗教の葬式なんかあるわけないわけだよねっていう それをやっていいのって思うんだけど、それだったら、じゃあ靖国とかもね、っていう、まあ、問題にならないんじゃないですかって、あれだってほぼ無宗教みたいなもんでしょ神道なんだから。国家神道は宗教なのかなっていう。で、次10月、息子を秘書にして問題が起こって、この時もね、また変な方向に目がいっちゃって、経済の方向行かなくなったんだよね。大体自民党のね、この総裁がね、で、首相、総理があの、政権危なくなる時って大、ね、体経済なんだよね、これ。だから一年おきで経済が悪くなったのがバレて、 で、辞めさせられるっていうのを30年間繰り返してきたんだけど、まあ、それうまくごまかしたのが安部さんで初、初年度だけね、うん、景気対策じゃなくて、あれ、えー、っと、積極財政みたいなことやってたから、あれでね、景気が高揚して、で、あれでごまかされたっていう、で、8年間持ったと。ということは、この記事だったやつ、何もしてないのにもう3年ぐらい経ってんだけど、2年か、2年ちょい。 こいつなかなかやべえなっていう。で、次、2023年、うん、3月、これも一般予算が通ったあたりで、ウクライナ訪問して、で、4月、岸田文雄襲撃事件があって、この辺でまた目をそらされて、で、5月はもうサミットでお祭り騒ぎだよね、この時は。俺もまあ、この時ね、サミット見に行って遊んでたんだけど、まあ、動画が見事に伸びなかったので、もう、サミットなんかやめちまいとかちょっと思ったんだけどね。うん、まあ、私事なんですがと。 で10月2年目を迎えた岸田総理、えー、実質賃金ずっと下がってる状態になのもうこの状態、これ。うん、物価上昇率がこの岸田政権が、えー、始まってからずっと上がってるでしょ。なのに、賃上げが全然されてないわけだから、実質賃金が、えー、と21か月か22か月連続で下がってるわけね、今、うん。岸田総理になって実質賃金が上がったということがないという。 これは素晴らしい、うん、この状態で2年目迎えたのにまだ政権保ってるからこいつ何なんだっていうね。でイスラエル・パレスチナ戦争が起こってまたあのちょっとねあのヒューマニスト人道主義者の連中がカタ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 最悪の連中が騒ぎ出して。 えー、イスラエルの子供たちが、パレスチナの子供たちが、えー、サイクスピック、マクマホンが、うんたらかんたら、イスラエルは、とか言ってね、で、今度はあの右の方の反ユダヤの人たちをまたガタガタ騒ぎ出して、ディープステートがー、とか言って、国際金融資本が、とか言って、うーん、まあ、そんなんどうでもいいから、あの力でもってね、現状変更するしかないんだよ、戦争はっていう、土地問題っていうのは。 まあその辺が分かんねえのかなこの政治音痴どもはと思いながらそういう議論に巻き込まれてたら今度やっぱ岸だよねこのとぼけた顔が忘れられてまあそうなんだよね。 こういう何か問題が起こって、県権学のコントラバーシブルなあの議論が起こるたびに、岸田のこの顔を忘れてで、ちょっと貧しくなってることも忘れて、そっちの方に議論が行っちゃうんだよねっていう。うん、で、12月、11月ぐらいからだったかな、自民党の裏金問題、この安倍派とかね。で、安倍派以外にもいろんなところに飛び火して、で、宏池会を解散したとか言われたつで、俺、っち会ってよく分かんないんだけどね、政治興味ないから、全く。で、これで岸田の支持率が最低を記録したんだけど、 まあ自民党の支持率もね下がりまくってで能登自身が起こってこれとどめだよね俺これ起こった瞬間思ったもんあこいつやべえって、うん、岸田文雄完全に悪魔の魂打ってやがるってあのー、これでね俺政権がまた半年ぐらい持つよなって思ったもんだって能登半島自身の,あの復興みたいな真似をパフォーマンスしとけば まあ、持つんじゃねえよなって思ってね。下手したら3年目持つよ、3年目。うん。またなんか怒るだろうしね。そのためになんか変なパフォーマンスして。で、これ何がやばいってね。 うーん今3月でしょう。1月の1日に地震が起こって、で、ウクライナ支援を決めたのが2月だったかな。えー、のと、まだ断水してるとこもあるらしいね。復旧作業は全然始まってないよね。大丈夫なのこれ。<laughs> いや、違うね。なんでこんなヘラヘラしてるかって。あのー、この状態でほったらかしてる総理に対して、なんでみんな普通に接してんのって。ほんと。俺はね、 うーん俺だったら支持率1桁になってもおかしくはないと思うんだけどあ回復していく傾向があるんでしょ自民党の支持率上がって言っとくけどね岸田はね何もしてないよあの経済に関してもでこの復興に関しても何もしてないし軍事に関しても何かしているように見えるけどはっきり言うんだけどこの核武装攻に囲まれた状態で、あのー、何かしたところで何にもなんないからね、うん、だから何かしただけあの無駄なコストを割いてるだけで。 まあだから、ウクライナの支援しようが、アメリカに媚び売ろうが、何にも意味ないんで、早く核武装を手なさいっていうね。まあ、それはそれでいいとして、趣旨が、いろいろね、人によってあの考え方が違うので、と。ということで、今回の春闘は賃上げ起こりそうではあるんだけど、まあ、依然としてね、インボイスはえ導入されまして、トリガー条項はえ発動せず、 で、消費税を一切下げずに、なんか、ストレス増税みたいなことやって、あの、保険金が上がってる状態でしょ。この状態で、岸田文雄、うーん、まだ総理の座にいるんだっていうね。俺はね、もう、下ろせとか、やめろとか、そういうこと言勇気ない。こいつ、いつまで持つんだろうっていうね。うん。びっくりだわ、ほんと。 下がりそうなタイミングで何かが起こってこいつを、えー、維持させてるっていう。で、国民も目をそらされてる。だってそうでしょここら辺の問題起こるたびにみんな目をそらしてこっちの方の問題の方、一生懸命語ってたでしょやばいよね。他にもね、あったでしょ松本一と,とか、ジャニーズとか。ほんと。この岸田文雄ってやつてマジで悪魔に魂売ってんじゃねえのってね、思いましたと。皆さんどう思うでしょうかでは。